どうも、全力投資です。6月17日月曜日、本日も資産公開やっていきます。で、本日の動画では、週末の動画にコメントでご質問いただきましたので、コメントでいただいたご質問についてお答えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、本日の日本株の振り返りからやっていくんですけれども、6月17日は日経平均大きく下落となっているんですけれども、75日の移動平均線もかなり割り込んで本日は引けていますので、 この先、ちょっと雲行き怪しくなってきたかなぁといった感じです。日経平均日中の値動きを見ていきますが、今日は寄りき時点でだいぶと低いところから始まったんですけれども、より直後も10時ぐらいまで下げた後は、そこからは終日安値圏での値動きとなっていますので、本日は日経平均全くいいところがない一日だったかと思います。そんな結果、6月17日の日経平均昨日に比べてマイナス1.83%値下がり幅で712円、終り値で38,102円となっています。 日経平均本日の値動き、いいところはなかったんですけれども、安いところだと38,000も割り込むようなタイミングもあったんですけれども、引けでは38,000円台をキープしてなんとか終了といったところですので、明日以降38,000円台で踏みとどまってくれることを期待したいと思います。 はい次にトピックスを見ていきますが今日はトピックスもひどかったですね日経平均同様にトピックスも本日は大幅マイナスとなっているんですけれどもトピックスもね終わり値ではなんとか2700ポイント台をキープしての終了となっていますのでトピックスも本日は大幅下落となっていますがなんとか踏ん張った1日だったかと思いますそんな結果6月17日のトピックス週末に比べてマイナス1.7%値下がり幅で46ポイント終わり値で2700ポイントとなっています ということで、本日は日経平均もトピックスも大幅下落となったんですけれども、下落率としてはね、若干トピックスの方がマシな1日となっています。ということで、そんな1日が終わって、私の資産状況どうなったかというと、楽天証券に保有している金融資産額、6月17日は昨日に比べてマイナス58万964円となっていまして、証券口座内の資産合計額3835万9267円となっています。 ということで、本日私の楽天証券に保有している資産額も大幅マイナスとなったんですけれども、日本株のポートフォリオはだいたい1.75%ぐらいの下落になっていましたので、トピックスよりは若干パフォーマンス悪かったんですけれども、日経平均に対してはパフォーマンスアウトパフォームしている状況でした。ということで、個別株の値動きを見ていくんですけれども、今日は売られた銘柄めちゃくちゃ多かったですね。建設とか設備関連に関しては、コムシスが小幅上昇とはなっているんですけれども、積水ハウスとか大弾この辺りは大幅下落ですね。 で、人材関連に関しても軒並み下落となっているんですけれども、その下、食品セクターですね。キリンホールディングスが確かファンケルだったと思うんですけれども、新たに会社を買収するということで、そのあたりが嫌気されて、今日はキリンホールディングス大幅マイナスとなっているんですけれども、日清お料に関してもね、今日はマイナス55円となっていますので、食品セクター本日は弱い一日だったかと思います。で、ハードオフコーポレーションがプラス19円ですね。ハードオフコーポレーションは引き続きしっかりした値、ね、動きが続いてます。 あと、東京エレクトロンデバイスとかも今日は大幅マイナスですね。で、送日に関しては本日マイナス89円ということで、こちらも今日は大幅下落となっています。はい。で、その次、不動産セクターですが、不動産に関してはね、本日小安いといった感じですね。で、クリアマホールディングスがプラス4円ということで、こちらの銘柄本日は踏ん張った一日だったかと思います。 で、スターティアホールディングス。ここ最近スターティアホールディングスね、結構ね、動き激しいんですけれども、本日は大幅マイナスとなっています。あと、価学セクターに関しては、クラレとか電化、三菱ケミカル、タキロン CI、全部大幅下落ですね。はい。で、その次、J タワーですけれども、本日はマイナス24円ということで、今日はグロス市場はね、そこまで下落率大きくなかったんですけれども、J タワーに関しては1%を超える下落となっています。 で、その下も弱い銘柄が目立つんですけれども、山田コンサルティンググループが本日はプラス22円ということで、本日は1%を超えるような上昇になっています。あと製造業に関しては全部弱かったですね。SWCC とかアサンワホールディングスに関しても本日はマイナスとなっています。DMG 盛世紀がマイナス179円ということで、最近 DMG 盛世紀がね、結構株価は厳しいなといった感じです。 はい。で、アネスと岩田がギリギリプラスですね。で、その下、本日私の持ち株の中で一番値上がり率の大きかった銘柄ですけれども、コプロホールディングスですね。こちらは週末に自社株買いの IR を発表していまして、確か発行済み株式に対して3%ぐらいの自社株買いだったかなと思うんですけれども、本日はね、新たな材料が出てきたということで、そのあたりが交換されてコプロホールディングスは大幅上昇となっています。はい。で、輸送用機器ですね。イスズ自動車とヤマハ発動機がどちらも揃って大幅下落となっています。 あと珍しいのが白銅ですね。今日はプラス62円ということで2、2%ぐらいですかね。結構値上がりした1日になっています。あと東京精密がマイナス160円ですね。株価12000円台をなかなか回復できない状況が続いてます。あとキャノンに関しても大幅下落ですね。で、タカランドカンパニーとかローランド、このあたりは本日しっかりした値動きだったかと思います。 どちらの銘柄もね、ここ最近はあまり株価さえないかなといった感じですので、もともと売られてたっていうところもありますので、今日は値、ね、動きとしてはしっかりしていたのかなといった感じです。あと岡村とかバルカーも本日は大幅下落ですね。はい。で、その次ひどかったのが商社セクターですね。伊藤中マイナス159円、大幅マイナスなんですけれども、金松とか稲渡産業も今日はかなり下落してますね。で、金融セクターに関しても本日は値、ね、動き弱かったんですけれども、三菱 UFJ フィナンシャルマイナス34円となっていまして、こちらの銘柄結構 上値重たいですねあと、ジャックスもマイナス105円ということで、含み損も結構大きく出ていますし、野村ホールディングスもね、株価900円を割ってきています。あと、保険株に関しても今日はめちゃくちゃな、ね、動きを多かったですね。で、その次、不動産セクターですけれども、イオンモール統制、この辺りも大きくマイナスとなっています。 で、その次、通信セクターなんですけれども、スカパーマイナス17円ですね。NTT に関してはマイナス1.6円ということで、引き続き NTT が売られてきているんですけれども、その下 KDDI とかソフトバンクに関しても結構大きな下落ですね。はい。で、電源開発、マイナス31.5円となっています。エネルギー関連に関してはね、業績そこまで悪くないので、しっかり踏ん張ってほしいところではあるんですけれども、電源開発に関してはなかなか難聴な株価が続いてます。 あと、アイネットとか一年とかクレオ山田、森戸辺りまで全部マイナスとなっています。ということで、持ち株眺めてみましたけれども、今日は買われた銘柄がね、もうめちゃくちゃ少ないという状況ですので、私の持っている銘柄では、買われた銘柄多分7銘柄とか8銘柄ぐらいしかなかったかなと思いますので、今日は持ち株のうち9割ぐらいの銘柄が売られている状況でした。ということで、楽天証券に保有している金融資産額3835万9267円となっています。 次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、6月17日終了時点で4246万1696円となっています。 はい。ということで、本日は私の日本株のポートフォリオ大幅下落となりましたので、総資産に関してもね、4300万円を割り込んできてしまったんですけれども、ある程度こういうシナリオも想定していましたので、私としてはね、今の値動き、なかなか冷静に見つめていられるかなと思ってます。なんですけれども、やっぱり4300万円台をしっかりキープできていないというところに関しては、悔しい思いがありますので、この先、早く4300万円台を回復してくれることを期待したいと思います。 ということで、6月に入ってからも日本株は冴えない相場が続いているんですけれども、動画の後半ですね、初めにお話しした通り、週末にアップした動画でコメントをいただきまして、その中でご質問をいただいていましたので、本日は週末の動画にいただいたご質問に答えていきたいと思います。ということで、そのご質問の内容なんですけれども、購入するなら決算発表後3日待てと言いますが、何か自分で決めているマイルールとかありますかということで、ご質問いただいた視聴者さんありがとうございます。 で、このご質問に対してはコメントでも返信はさせていただいているんですけれども、改めて私がどんな風に日頃銘柄を買っているか、この点についてお話ししたいと思います。ということで、まずご質問に答えるならですね、何か自分の中で決めているマイルール、特にこれといったものはありません。ただ、強いて言うなら、いい銘柄を良きタイミング、良き価格で買うっていうことですかね。はい、この一点に尽きるかなと思ってます。 で、ご質問いただいた視聴者さんの、この決算発表後3日までと言いますが、というところなんですけれども、この点に関してはですね、やっぱり決算発表後っていうのは結構株価が大きく動きますので、そのあたり市場が冷静な値動きに戻ってきた時に買っていくのがいいんじゃないかという、そういう趣旨だと思うんですけれども、私としてはそういう短期の値動きをあまり積極的に取りに行こうという投資手法ではありませんので、決算発表後でもね、業績に対して株価が割安だなぁと判断したら、それは当然買っていきますし、業績が良くてもね、その後株価が跳ねちゃって、 ちょっと買うには割高だなぁと判断すれば、やっぱりそれは買えないということになりますので、決算発表後に関してはね、物によってはガンガン買っていくこともありますし、動きによってはね、全く手を出さないで終了ということも結構ありますね。 はい。で、短期的な値幅で利益を出さないっていうところなんですけれども、私はですね、普段後配当株投資をメインでやってますので、後配当株投資っていうとね、何を材料にしていくかっていうと、その企業の業績と成長、そこに対して今の株価が割安か割高か、この点で投資判断をしていくわけなんですけれども、私がこういう投資手法を取っているのは、やっぱり勝率が高いからなんですよね。まあこれ合ってる合ってないっていうのもあると思うんですけれども、で、決算発表後3日までっていうところなんですけれども、これに関してはね、短期的な値動きを取りに行くっていう と,いうところだと思うんですけれども、もし仮に私が短期的な値、ね、動きを取れるような人間だとすれば、多分高配当株投資とかやってないんですよね。なぜかっていうと、短期的な相場の需給で利益を上げるようなことができていればですね。 その企業の配当金がいくらになるとか、配当利回りがいくらだとか、あと長期的に業績こうなるよねとか、あまりそういったところを気にしないでもね、利益が上げれるようになりますので、当然投資家さんの中ではそういう短期的な値動きで利益を上げている方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、これはその人にとって合う合わないっていうのが当然あると思うんですけれども、私に関してはね、短期的な値動きを取りに行くっていうところは、正直ですね、その投資手法は合わないなと思っていますので、 さっきもお伝えした通り、特にマイルールとかはなくてですね、今の業績、今後の会社の成長が見込める上で、今の株価が割安だと判断すれば、それはタイミングに関わらず買っていきますし、業績が良くて今後成長が見込めるとしても、それでも今の株価が割高だと判断すれば、それは当然買わないというところになりますので、何度もお話ししている通り、良き銘柄を良きタイミング、良き価格で買う、これ以上のマイルールっていうのは特にないという状況です。 はい。で、私は基本的には一度買った銘柄はずっと持ち続けるタイプですので、売り時をあんまり考えていないっていうのも、特に売買タイミングを測っていない理由の一つかなと思ってます。 やっぱり売る前提で株を買ってしまうと、その株価でいくらでエントリーして、いくらになったら売却するっていう計算から始まるわけなんですけれども、私基本的には一度買った株って手放さないんでね、ずーっと墓場まで持っていくつもりで株は保有していますので、そういった点でもね、目先の株価の変動っていうのは、5年10年のスパンで見れば、正直誤差かなと思っていますので、そこまで売買のタイミングは測っていないです。 ということで、私が銘柄を購入する判断基準についてお話をさせていただいたんですけれども、とはいえですね、今この価格だったら買えないけれども、ここまで株価が下がってきたらこの銘柄買いたいんだよなっていうタイミングは結構あるんですよね。なので、そういう銘柄に関しては買い得力があるタイミングで、どんどんと差し値を仕込んでおいて、それが刺さっていくっていうことはあるんでね、そんな感じで個別株にはエントリーするようにしています。 はい。ということで、私の売買のタイミングなんて特に参考にならないかなと思うんですけれども、ここ最近は動画の中であんまり個別株を探すこともなくなってしまったんですけれども、 今月は配当金が振り込まれて、我が家の収入でボーナスも入ってきますので、そういったところで買い余力が生まれてくれば、または動画の中で新たに銘柄を探して、何買おうかな、みたいな話はしていきたいなと思いますので、私がどんな風に普段銘柄を探して、どんな風にその銘柄にエントリーしているのか、この点が気になる方に関してはですね、また近いうちに実際に動画の中で探した銘柄にエントリーしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。以上。